よう、俺だぜ、元帥だぜ。今、ハウプーサバールサードパーソン、を、プレ中なんだぜ。今回は、登録者が101人で、とま今後のことをつれづれなるままに語ろうと思ってよう。やらやらんかわからんが、セイツサマーセールで買いあさったゲームを紹介してやるぜ。まずはちら。ますまた。この M は、重病を患った主人公が、孤島で病気を治すために薬を調合していくというもの。かなり地味ですが、珍しいので買いました。ただ、ちょうど旧の英語版なので、動画にできるかはわかりません。ちょっとやってみて問題はなさそうだったんですが。ほな次。シロナード。これはよく知らないのですが、アサシン系っぽいので、忍者枠の刃かシャドウウォーリアの、後釜にしたいと思ってます。今はちょっと、前動画内で、忍者渋滞が起きてるので、それが収まってからやろうな。それからやろうな。ほな次。ウルフェンシュタインオールドブラッド。これは FPS の派手なドンパチやる系のやつのはずです。ウルフェンシュタインなるゲームのシリーズのもの。なので、まあ、シリーズのだから外れではないはずです。多分絵柄的に、ファッキンナチスと、アンクルサムのお話だと思ってます。ほな次。ラージ。これはすでにお試しで1本動画上げてますし、撮りためも多少あります。世界観が世紀末風の100%世界で、ドンパチする系の FPS 系です。以前挙げてたファールアウトみたいなゲームです。こちらも、そのうち上げていきます。ほな次。ラクレスプラネット。このゲームは、謎の惑星からの脱出ゲーです。謎解き要素があるとかないとか、ストーリーはまあまあ好評のようです。ただ、こちらもちょうど旧の英語版なので、ストーリーがわからなければ意味がなさそうです。気が向いたらやってみます。ま、大体こんな感じですわ。それでは、引き続きハウプーサバイバルを、ご覧ください。以上です。ご視聴ありがとうございました。